さあ、本日も始まりましたコマルのゲームラボへようこそ。コンビニ日記、これ今回がラストとなると思います。ならなかったらごめんなさい。2つに分けてもいいけどね、時間的にはちょっとあれだから。ちょっとやっていきましょう。やっぱ1時間はきついよね。やってる方もきついわ。帰るのが遅くなるとなると。あ、プレゼントあったのね。ということで、春3時。はい、29万4000円。お金があってもやることがさほどないと。ないんだね。アイテム購入？今好景気か。これは待った方がいいな。あ、宣伝活動見直しましょうってなってんな。じゃあ見直しますか。ジャムパンももう終わりですね。じゃあクロワッサン、あ、いや、ここはさ、あ、いや、クロワッサンでいいわ。トイレ借りますということで、トイレを借りていきました。いやー、10年目来ましたけども、なんか今一歩だったね。2つ前で終わっちゃったか。48万8000円向こう。うーわ、全然じゃん。何そんな調子いいの。どうせアブファラ来ねえだろ。うーんっつってあっち行くんだよこれ。ほら、うん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 。敗因は何かな。あ、来た、来ましたよ。バブルが来たよ、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 バブルが来たい。あー、これ現金にしちゃってるけどさ、ポイントにしちゃってもよかったのかもね。だって現金にして何できる。あ、まあ誘致。今何が店舗拡大いらないでしょ。宣伝ぐらいでしょって。テッテリッテッテッテリッテ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 、ミイラへの宣伝っていいね。コンテストないでしょ。テッテッテリッテッテッテリッテ、ゴミー。うん、やっぱね、こう解説をしながらねやっていくのが一番スマートだとは思うんですけど、まあね、そういうのはね、もっと上手な人のを見ていただけたらいいんじゃないでしょうかね。うん、雑談中心になってますけども、その雑談をね楽しんでいただけたらだと。もう自分の方向性が見っかりました。もう雑談ね、雑談という名の独り言。これライブ配信だったらね、みんなのコメント見ながら雑談とかできない。みんなのコメントってねリアルタイムで見る場がいねえだろっつうの。これね、すいませんね。ということでね、はい、ゴミ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 、たくさんゴミがあるね。いくらになりましたか。56万9千です。わっわっわっ、久しぶりだワン。創業当時から兵士が追っている老舗の高い店が10周年を迎えたという情報が入ってきました。マネージャーに話を聞くことができました。あっという間の10周年を見てハッピーです。さらにもうすぐ月日が流れるのが早くなる高速ボードが解禁される気がしますが、ついていけるよう頑張りますと。資金不足や経営で困ることがたくさんありましたが、ここまで導いてくれたオーナーに感謝を伝えたいので、その気持ちを漫才にしたいと思いますと語り、練習していました。さらなる飛躍に期待しています。まさかこれで終わりじゃないだろうな。はい、コンビニ通信で話題になったよ。オレオレー、最高じゃないこれ。好景気で、じゃバブル絶頂期でめちゃめちゃいい状態だ今。いいね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 。824、向こうまだ90万しか売れてねえよ。95万しか。こっちは63万しか売れてなかった。全然ダメじゃんね。あー、これ星20こういけんじゃない。21に、あ、違う、これで20になるのか。あー、チンパンももう終わりか。うわ、早くね。なんかたった8時間ぐらいでしたよ。ちょっと待とうかこれ。うん、
通常まで戻るだろう。下手したら一回不景気を挟むんじゃないかと俺は思ってます。はい、あ、6ポイントもう一回来るかって言って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 やつ。なんかさ、最近さ、このさ、音楽歌いすぎてさ、なんかちょっと急がなきゃいけないときにさ、好景気のバブルの歌を歌っちゃうんだね。てててれて、てててれて、てててれて、てててれてって。終わってないもん。あとね、チンパンの歌もね、歌いがち。今ちょっと忘れちゃって出てこないけど。あれもね、なんかね、今日ずっと口ずさんでたの。もう頭の中がコンビニ日記になっちゃってるね。はい、来ました。仕入れた高い店がランク21になりましたよー、ということでチンパンタイムですよ。これ今日は開幕早々にチンパンタイムが来ました。救世主に驚きです。ささやかですがお祝いの品をどうぞ。気合入れて頑張りましょう。5万円はい、チンパン行こうか。んじゃあ24ポイントを超えればいいのね。あよいいね、今稼いだね、今ね。はい、これ行く。はいよ、で戻る。いいんじゃない、いいんじゃない、悪くないよ。そいつ動かないでしょ。はい、こっち行っちゃう。おい、あーやべやべ、おいっと、すげえ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 、やべえぞ。あ、やべ、こいつやべえ。あ、ダメだわ、いつも通りだわ。でで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 でててててあ、もう超えた28。ててて行けよ、幻の幻、行けよ幻。いい、悪くない悪くない、わかんないわかんない。あらら、一人5ポイント稼げ。あーばばばば、あー終わってる終わってる、マジ終わってる、こいつマジ終わってる。あー終わってる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 。45はいい、45、45ぴったり45。ピュー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 、みんな飛びました。いやー楽しかったな。まだ好景気か。好景気じゃねえ、何も買えないんですよ。寂しい音楽聞きたいな。これどうすれば売り上げ上がると思う？これかな、やってみるか。はい、まずこれか。強力な宣伝を実施し、注目度が高まりそうです。これ結構いいんじゃない。そして小説家にも宣伝しようか。いけるか、 70% ならいけるでしょう。はい、あたした。おい、あれ小説家だね、今。あと何いける。フラワーダンサー、71%。あぶねえ、いったいった。ほい、いいんじゃないか。これは人が2人増えたのはでかいぞ。お金は3万4万ぐらいしかねえけども、130万。お、超えてる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 、いけるで、これいけるで。しかしアブファラ国王、ついに主に涼みに来ます。おい、
お前はもう石油王で言う。あ、いや、石油王で言うよ。石油王。これもうおなじみのキャラクターですよね。うん、お金持ちなイメージがありますね。桜が綺麗なあんみつが食べたい。春を巻いたものが食べたい。春巻きかな。アブファラどこ行った。あ、こいつか。何買ってんの。たくさん買ってね、アブッチ。あれ、ソールドアウト。あら、あんになってる。すぐなっかんな。アブファラどこ行った。あ、いたいたいた。いくらお前、お会計いくら。5万とかするよ、5万とか。1380円。お前そこら辺のバーチャル引きぞ。お前、いや、べ、通常来ちゃったじゃん。通常にやればやったな。あとミニだから127万円。うん、なかなか遠いな。158万です今。いやー、どうですかね。これはうまくいくのかの。お菓子の極意が3つあるぜ。これ日用品の。おい、いいね。そういうのはどんどん使ってて。お菓子の極意があったから、お菓子で使えばいいんじゃないかな。あ、食品の極意なんてもあるから、食品をどんどん上げてっていいんじゃないかな。冷凍食品のも9個もあるんだったら、まずここで1個使って、でこっちでずっと使っちゃえばいいんだよ。いいね、いいね、いいね。どんどん使え。あと3つあるでしょ。もう1個あるでしょ。ほらほら、最高じゃんこれ。最後にね、どうした。いや、3つは、あ、本ある。いや、カードが7本ある。もうこれも使いようねえから、これだけ使っちゃおう。いや、5円、6円ずつぐらいしか上がんねえんだから。危ない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 。危ない危ない。あった、お菓子。3つあるからね。おい、3つ使いましたよ。よし、ほぼほぼ使いましたね。これでだいぶ楽になったんじゃないかね。はい、ゴミ掃除。11ポイントか。いいね、悪くないね。品切れもなしか。売り上げ297万円。お、すげえじゃん。買ってんじゃん。ボロが、あ、170万だ。あ、やべ、なんかだいぶ追いつかれてきた。ちょっとやばくないこれ。もう、あれできないの。あ、やばいやばいやばい。追い抜かれちゃうな、これ。180万。あ、大丈夫か。あ、ソール、あら、あら、あ、あ、あ、になってる。あ、あら、あ、あ、になってる。広告ポスターがありますね。なんだか、あ、40ポイント。素晴らしいね。ここに来て、それは素晴らしいね。ベリベリースバロですよ、まんじまるさん。素晴らしい。おっと、マイナス、あ、プラスぶっこいてる。75万2000円。おわ、ぶっちぎりじゃん、これ。ティッティッティッ。ブクッ。勝ったよ、初めて。えい、一人だけでしたね、レベル上がったの。まあそんなもんだよね。まあ基本はチンパ来たよ。不況が来たよ。不況の曲だよこれ。落ち着くわ。落ち着きの教区。そこ押したいんだけどさ、押せなかったよ。いや、もうすでに品切れっておかしくない。だって
6万1000。あ、負けてる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 よ。スイーツの極意を引きました。はい、入れました。ほい。いや、神曲だよマジで。これもうここの曲だけでゲームやりたい。ほんとそんな感じ。これ今がチャンスなんだけどさ、お金ないもんね。ドゥーン、最高じゃん。マイナス抜けれないよー。14万8000。おっと、7000超えた。いけちゃうんじゃない？お、食品の極意をもらいました。ということで、食品の極意か。これもうもらったものをとっとと使っちゃった方がいいね、これね。これ食品使える、これ。あ、使えるんだ。はいはい。うん、はい、ゴミ掃除どんどんやっていくよ。はい、補充。ここすげえデッドスペースだな。トイレ真ん中に置く。おうおうおうおお。19万5000か今。21万2000。ああ、10万負けてるよ。終わってるよ。28万でいけるよ、今だったら。いけない、なんとか。ダメか。おお、アブファラ来るようになったな、お前。サンキューな。いや、これ終わったら何やろうね。しかし、ねえ、もう終わっちゃうんだね。チンパン。こういうミニゲームがあるやつって結構珍しいよね。うん、ね、チンパンには助けられましたよ、だいぶだいぶね。チンパンだけに。チンパンだけにね。うん、助かったよマジで。お、25万いった。もうちょい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 。28万ぐらいだと思ったな。ほら、誰かお会計しろ。ドゥーン、ドゥーン、ドゥーン。よし、痛め。うわー、お前全然買わねえじゃん。いけんじゃない？お、ほら。うわ、成功率 1% だ。無理っぽいよー。ぽよ無理でした。ぽよ無理、雪三郎でしたね、今のは。おめなんだ、アブファラーメン。今回来なかったな、おめな。おい。どこ行くんだ、おめ。おめ何？向こうの店舗に行って、わざわざ傘閉じて、びしょ濡れなままうちに来るのはどういうことなの？お金あったかなってどういうこと、お前。お金もないくせに、お前、そしたらあっち来んだろ、お前。なんなの、それ。91万5000円売ってるよ、あっち。40万負けたよ、でか。でかでかー。負けまくりー。まずいですね、ドドリアさん。これなんか、うまいこといかないかな、ここら辺で。あー、もう無理だ。これでいくね。あー、これでいくか。23杯引けるかな。ドン、引いちゃう男。23%ですら引いちゃう男。
ちょっとすごくない？ねえ、 70% も引いちゃうけど 20% も引いちゃうよって、引けちゃうところがすごいよね。うん、無駄だと。お、こいつ似顔絵描いてもらってる、うちに来ねえくせに。似顔絵だけうちの使ってる。お前うちのあれだかんな、コンビニの印ついてっかんな、それ後ろデカデカとハンコ押したっかんな、 CD でないと。あ、なんだおめえ店が汚ねえって、おめえ、おいこの野郎どんぐりだろ、おめえ、お前職業なんだっけどんぐりって、もうどんぐりとしかわかんねえよ。おいどんぐり、なんだこいつ、冒険家、冒険家かこれ。通勤時や昼休みと帰宅時間コンビニをつい使っちゃいます。今見た160つだよ、来たフラワーダンサー、うーん、お花、つまんねえ名前だなおめえ、お花にすっかんじゃん、お花、にゃーんとお得、お買い得なカードが欲しい。なんだそれ、軟膏が欲しい。その形はどう見てもあれじゃねえか、お尻にぶっ刺すやつか、アロンアルファだろう。どっちもお尻に入れたら激薬だぞそれ。休憩しますってめっちゃ急いでったな、普段そんな急がねえくせに。いや、すぐ不景気だね。ああ、不景気が終わってしまった。もうね、やれること少ないんだよね、もう今。この状態でやれることっていうのは少ないんだよ。どうすればいいかね。お店が汚いってなんだお前。どこ汚いんだっつうの。あ、レジ脇だ。ほわ。こうお店汚いって帰っちゃうのちょっと悲しいな。うん、たまにあるよね汚いお店。コンビニでもさ、あの廃棄処分する。なんていうの、パンとかさ、そういうのさ、そこら辺に床に落っこってるところとかあってさ、マジびっくりしたわ俺。程度が知れるよね、そのお店の。極力ね、目を光らせてるはずなんだけどね、俺もね。それかそもそも散らかすなっていうの、コンビニで。まさか店員が食ってるわけじゃねえだろ、それ廃棄処分のパン、そこでパン食いながら仕事してるわけじゃねえだろ、それ。77万まで来たか。通常か。好景気か。あ、もう夏が終わりますね。夏までやって20分ちょっとか。行っちゃう感じ、このまま。ラストまで。負けました。ドゥッドゥッ。結構売れたと思うんだけどな。あー、ぴったり50か。ピュー、ピュー、ピュー、ピュー。4人。チラシ実施。うん。ドカーンって切るぞ。お、赤字にならなかった。なに？赤字にならないだと？たくさんなんか、あの、プレゼントもらったな。あ、160いったらいけんじゃねえ、もう。ほら。バカタレか。え、待って、1個しかないの、これ。はぁ、あ。参ったなぁ。そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。えなりくんも出てきちゃったよ。
結構売れてんのは売れてんだよね。ほらほら見て、今日いくら17万3000だよ。そんな売ってない。28万、負けてる。また負けるというのか。今回負けたらもうそれでゲームセットだよ。勝てることがまずなくなっちゃうからね。またあれできる？あ、イベントいけるな。40万以上か。まあでも多分50万ぐらいスタートだとしか。55万か。80万ぐらいなきゃいけねえってことかんじゃ。10万買うバカないねえだろうな。消防車、いくら買う？どう？肉まん6個。おお、9400円。1人1万ぐらい買ってくれないでもな。コンビニでしかし1人1万って買うってすげえコンビニだな、このコンビニ。何が売ってんだよ。何が売ってるか分かんねえよ、こんなの。悪くない。56万2千円ですけど、今。23万8千。47万だってよ。ぶっちぎりで負けてるよ。1% か。1% はまあまあきついぞ。ちょっと交換しとくか。仕方ねえ。あ、やめとこう。それは無駄だよ。あ、ゴミ掃除70万。50万だったっけ。40万だから、70万。80万ちょっと欲しいな。おっす、今日も商品を持ってきただよ。そっか、お前の出番だったか。なんか新しいな、あれ。門松でも置いてくんじゃん。これなんか良さそうじゃない。まず年がら年中置くのもちょっと動画だと思うけどね。どんだけ上がるこれ。822からドン48。これはでかい。これはでかいよ。お、シリアル高いみたいな固まつがありますね。なんだか嬉しかったら40ポイントがありますね。嬉しいね、それは。それは嬉しいね。40ポイント。通常か。通常のままだな。はい、ゴミ掃除。宝箱。いや、売れてる方だよね、でもね。一日の売り上げでいくらぐらいが普通なんだろうな、普通のコンビニって。300万ぐらい売るんじゃないの、あれって。でも300万ぐらい売ったってね、6割ぐらいが持ってかれるわけでしょ。え、それでも140万も買ってるってすごくない？あ、でも、そうか、仕入れで今度減るから、結局そんな儲かんねえって話だけどな。まあ、コンビニ経営したことないんで分かりませんけども。なんか私の元親友がですね、コンビニ経営をやりたいって言って、ローソンをやるって言って、で、東京とかに行って、いろいろ研修とか受けたらしいんですけども、それが、5年ぐらい前かな、いまだにコンビニはオープンしていません。おい、あ、ペットだし、テクノロジーだし、これ、新聞外すべきか？そしたら、なあ。で、ここにラックを置いてもう一個仕方ないから、もう小でいいよ。しょうがないからね。で、ここにこれを置くと、はい。
こすんのが理想だよ。うん、39万2千円。いくら売れてる今。73万1千円。うわー、40万差つけられてるよ、これも。今回負けたらおしめなのになぁ。あ、後継機か。ちょっと交換しちゃうんじゃ。8個ぐらい交換して、で、行くか。これで行くしかねえ。さあ行け、一回まず出向け。ドーン、ドーン。53、いや、2分の1来てる。バカ野郎、お前、バカ野郎。はい、おしめだ。あれ待って、こんな失敗前もしなかった。遊園地の時もやったよね。最後カイロ君呼べるかどうかで。はぁ、あ、所詮わしゃダメなんじゃ。てっぺんにゃ登れんのじゃ。いつもいつもせっせせっせと働けんど生活は楽にならず。まいったなぁ。秋終わっちゃうよ、これもう。まあ、秋だけに諦めるか。秋だけに。諦めよう。いくら売れてんの、今。97、100万。ちゃっ！ドゥッ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 。トゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥトゥ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 ルトゥ。最高だな、おい。トゥトゥトゥ。よし、評判900いく。評判900まであと8。評判900まであと8。てててるて、てててるて。評判900まであと8だよ。評判900まであと8だよ。182万9000。全然間に合わない。全然間に合わない。てててるて、てててるて。カミカミスーッと。おー、130万。はっ、60万も負けてるよ。あら、ああどこだこれ。なんだこれ、どこ押せばいいんだこれ。重ねたらさ、あ、あったあった。なんかどこ押していいか分かんなくなったんだよ。トゥトゥトゥルトゥ。てててるてん、てててるて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 、てん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 、てん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 。お、またプラスだ。これが1年目だったら、あ、やっぱどんぐりすげえな。家庭教師のトライ。たったた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 。ポッ。48位。あー惜しいなー。2人とも2人。おお、3人4人5人。いいねー。はい、ラストラストだよ。ラストなんだよ。ラストなんだよ。ラストなんだよ。これがラストだ。ラスト来ました。最後の最後に取っとこうか、ファイナルチンパはね。てけててガムの大会出ましょう。即優勝して死んでよ。ガム2個しかない。ガム2個ってさすがにいかんじゃない。
いや、ガム2個じゃいかないだろう。いや、無理だ、これ。さすがに無理だって。いっちゃったー、ぶっちぎりー、ジャック・オー・ランタン。もうすげえすげえ、もうすげえよこれ。店内なのしかも、これこれ行こう。テテ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 テ。先日はどうも。実は新しい商品の追加できそうで、興味があれば入居を検討しましょう。大したものを売ってくれない。オーナー、景気がかなり上向きで、いわゆる場面になりました。お客さんの購入する理由にお二人が持たそうです。いやー、さらに商品のレベルアップアイテムも効果があるという。何？はぁ、知らなかった。おい、バブルに使えばいいんじゃねえか、そういうのは、おい。おい、効果2倍とか言ってるぞ、おい。バカだね、お前。ここで使わんで、どこで使うんだ、お前。いや、マジクソ失敗してない、これ。これ絶対忘れちゃいけないよね。ねえ、絶対忘れちゃいけない。バブルは2倍、いろいろ2倍ね。いや、知らんかったわ。何それ2倍って。マジ終わってない、知らんかったわ。あ、そしてあれだ、アイテム購入。あ、これどうしよう。いやお金でいいわ。もう30個お金にしよう。うん、で3個これにしよう。なんでか知らねえけど、なんかいけるっけ。あ、いける。なんか、ああ、130か。もういいわ、もうこれでいくしかないの。うん、はいはい。ああ、危ない。もう最後の最後にやろうね、チンパンはね。ファイナルチンパンでいいよ、もう。夜10時頃にチンパンやろう。いけんじゃない、これ。29万7000円。おい、いってるいってるいってる。最後ぐらい腹を持たせてほしい、そう思う経営者であった。ゴミを拾う、ゴミを拾うことが私の生きがいで。補充、ゴミ、ゴミゴミ補充、ゴミ補充、ゴミゴミ補充、ゴミ補充。いや、早かったな、この10年も。次何やろ、これ。あ、つうかゴルフとかも半端なんだよね、キャンプとかね。なんだったらあのバカンスも半端じゃない？なんか最近さ、あの、作ってくんないじゃん、新しくスマホ版のカイロソフトさんさ。新しいのやりたいなっていうのはあるよね。まあでも、いや、でもジャンボ空港だってもう3ヶ月ぐらい前だよ、あれ。いや、よかったね。売り上げいくらになりました？これ61万6千ですよ。あー、買ってる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 。あと1年あればな、お前をボコボコにしたのよ。今回は仕方ねえがあんじゃ。いや、お金すごくね？ 400 万いってるよ。過去最高じゃない、これ。何もしてないのに、結局何もしてないのに、ゴミ掃除ぐらいしかしてないのに。ああ、いつも長くない、このバブル。最後までこれでいくつもりまさか。
かな。スイーツの極意。なんかある。揚げ物の極意。おお、なんかできるんでしょ揚げ物今。まあ、出来上がったら使えばいいんだよ。ああ、900超えた。新商品開発について報告が了です。ピュー。何これ。ビニチキ、コンビニチキンってこと。はい、ビニチキ入りました。揚げ物コーナーどちらですかね。揚げ物コーナーに新しい仲間が入ります。はい、ビニチキでございます。はい、ビニチキどこですか。ビニチキ、ビニチキ、ビニチキどこですか。ありましたね。はい、強化しますよ。ビニチキレベル上がりましたよ。アメリカンドッグも美味しいですよ。レンジでチンですよ。はい、ごみそおじでーす。あ、これ最後まで行くからこれだな。111万3000円。あー、勝ってる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 。韓国とウルグアイがどうやら引き分けたみたいですね。すごいね韓国ね、強いね。日本、これ言っていいのかな。予想当たってびっくり。2-1。俺言ったでしょ、2対1で勝つんじゃねえかって。2対1だよ。やばくない？当てちゃったよ。あ、じゃあミイラ、ミイラ行くか。おい、ミイラ来い。あ、71パー。いけんね。嘘でしょ？惜しいじゃねえんだよ。終わってるわ、マジで。ピラミッド王国やりたいな。お昼の12時になりました。残り12時間でついに終わりと、感動のフィナーレということになる。いやー、長かったね。結局パート20まで来たのかな、これ。後半1時間ぐらいのやつが何個かポカポカ入って。ねえ、1時間喋るって大変ですよ。いや、でもそんなこと言ったってさ、あの、なんだっけ、ちゃんと編集してる人はさ、2時間3時間で撮ったものを1時間にまとめるとかさ、30分とか10分にまとめるわけでしょ。それもすごいよね。あ、もう次やるやつ、次やるやつからは編集点っていうのを考えてやりますから、ちょっと進歩したあの私を見てくださいね。はい、そういうわけでねっていう感じにあの入りますから。はい、そういうわけで10年目冬3時になりました。いや、まあね、こんな感じでね、まあだいぶ変わってきたんですけども、どうですか。外の天気どうですか、田中さん。はい、今日の東京は雨です。全然だったな、これパパソンカードなんて全然売れなかったじゃん。127万4000円借り、買ってる。ああ、買ってる買ってる。これクリアまでに評判1000いきたいな。1000いかせらんないかな。行かせよ。ずるっこして。これやれば1000いきそうじゃない。
これ評判変わんないんだ。え、音楽も変わんないけど。てててれって、ててれって、ててててれって、ててててれって。シフト終わりまーす。みんな帰っちゃいましたよ。はい、ゴミ掃除ね、お客さんよろしくねー。ゴミ掃除大事だよ。はい、ソールドアウトだよ。はい、こっちもソールドアウトだよ。はい、こっちもソールドアウトだよ。7時ぐらいで物なくなんだな。レジ枠汚いか、大丈夫だ。トゥルル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 トゥ。950ですね。ああ1000もいかず。ワンチャン来るともうバブル、もう来ないよね多分ね。はい、緊急入荷。おい、いやー楽しかったなー、コンビニ一気。おい、ソールドアウト多いねー。え、ここソールドアウトだよ、これ。ここもソールドアウトじゃん。そろそろ行きますか。じゃあ、あ、やべ、オーナーお疲れ様ですってなっちゃった。おい、チンパイやりたかったのに最後。あ、まだいけるか。はいはいはい、ダン。来年はもうないんじゃ。いや、もう行かなくていい、そんなの。おい、チンパイやらせろ。どうせ呼ばれてんだって。エピックマン、あなたとコンビニエピックマート。キヨスケ。仕入れ値が高い店、ハイテンション。呼ばれねって初めだけで呼ばれたの。オーナー、今回残念ながら受賞できませんでしたが、気を落とさずに来年こそ我々行きましょう。来年はないんじゃ。あ、オーナー、よく見たら10年が過ぎましたね。お疲れ様でした。ここで一旦一区切りとなります。ここで終わりになりましたね。最終的なスコアを改めて見てみましょう。2813。猫転がってる、かわいい。なにこれ、カイロくん、かわいい。てててるって。これからもこの店よろしくお願いします。見事にハイスコアを更新しました。もし2周目始めるときはセーブスロット画面で最初からにすると遊べます。今のデータを残したままにするとは違うセーブデータを遊んで、あ、この後もゲームはいつまでも遊びます。オーナー、今後ともよろしくお願いします。はぁ、残念でしたね。さあ、最後に、チン、パンジローをやって、あ、もうせっかくだからさ、あの、スタッフ雇ってやろうぜ、たくさん。ねえ、たくさんさ、スタッフ雇ってさ、やろうぜ。もう終わんのに。あ、お金なくない？あ、お金な、あ、いたいた。よーし。ラストチンパン行くよ。30ポイント以上。行こう。おらー。ありがとう、チンパンジーの掃除。お前が一人で汚しているよ、この街は。お前がこの街汚してる犯人殺すぞ、この。
お前さえいなけりゃワイド君には追いかけられずに済んだはずなのに、お前がそんなにゴミ捨てるからワイド君が怒ってくるくる知ってる。コンビニ人気も10年になったよ、もうお詫びだね。こんなに楽しいコンビニ日記はまたやりたい。このチンパンジーとこの子のゲームだけやりたいよ。チンパンジー、おら、これがやりたいがためにやってるとこある。これがやりたいがためにこのゲーム買ったみたいなもん。このゲームがやりたいがために iPad を買ったみたいなとこある。なんだか記録更新が全然できない、どうしよう。クシャクシャクシャ、神の領域です。セブンセンシーですか、いけないこれ。500m に到達いたしました。経験値は44しかもらえてませんけどね。最後にはふさわしいんじゃないでしょうか。いつもはインストールメンタルでしたけど、今回はボーカルバージョンでお届けしました。カイロソフトさんの回転コンビニ行き、こちらの方面白いのでぜひやってみてください。そして適当にやった私のスコアを目標としながら、この目標を下回ったらあなたは下手くそです。もう少し頭ひねってやりましょう。ということでね、今年も終わりましたね。わー、爆発的な売り上げですねこれ。年間目標を達成したんだ。どんぐりありがとね。結局負けちゃったか。負けたっていうか同点か。同点は負けたもんなきっと。あ、金足んないって。最後の最後に、うわー、30位まで来たんだ。ようやったなほんまに。一人一人もらった。チンパンってレベルやりすぎた。はい、今年は残念ながら地域目標達成できません。3年かかったね。4年なんだこれ。はい、ということで、コンビニ日記、こちらの配信を今回で終わりとさせていただきます。本当に長い間ご視聴ご覧くださりまして誠にありがとうございました。次回からはまた違うゲームをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただき誠にありがとうございました。それでは皆さん、またね。チャンネル登録よろしくね。またねー。